ソフィー・マグダレーネ・ネフォン、ブランデンブルク・クルムバッハは、デンマーク・ノルウェーのオークリスチャン6世の王妃。デンマーク5名では、ソフィア・マグダレナ。ホーエンツ・オレルンケ・ボーケーの、クリスティアン・ハインリ・ヒフォン・ブランデンブルク・クルムバッハと、ヒ・ゾフィー・クリスティーネ・フォン・ゴルフ・シュタインの娘として、ラウフ・アンデア・ペグニッツに生まれた。1721年8月7日、クリスチャンと結婚した。 夫婦仲は良かったが、彼女自身は人気がなかった。宮廷と王家を密接にしたものの、それが閉鎖的だと非難されたのである。ゾフィーにはピエティズムに裏打ちされた敬験な信仰心が備わっており、この信仰は宮廷に行く文化や和らげられて導入された。後、彼女は自身がドイツ人であることを捨てきれなかったと批判の的にされたが、それ以前から、 宮廷では、ドイツ文化、ドイツ語が支配的であった。ゾフィーは、全王妃アンナ・ソフィー・レーベントローを大変嫌っており、アンナ・ソフィーが身につけたものを王妃として自分が使うのを断固拒否したため、新しく王妃の王冠を作りかぶった。彼女は王冠のために、自身の宝石の大部分を用いて、後世に王冠を残した。 ゾフィーは1746年にカフとなってからヒルシュホルム宮殿を建設させて移り住んだ。ゾフィーはクリスチャン傍城で亡くなり、ロスキレ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。